行こう。終わった。待たせ。あれ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 、行こう。これってもしかして、うわ、どうってメール返ってこないわけだ。金曜日の朝一です。皆さんしてたんですよ。どうなってますか、あれは。あれ、なんかそんな感じがあったんじゃ、あったじゃん、ちょっと前から。あれ、これどういうことだみたいなとこいっぱいあったじゃないですか。でもさ、あれ、秋を裏切るようなことは普通の脚本じゃしないじゃん。しないしない。もしそういう、あれ絶対脚本家がひねくれてるんだよね。なんであんな感じになっちゃったんですか。なってるんですか。休みしてます。どうなんですか、まあ、明日もありますからね、ええ、そうですね。皆さんご存知だと思うんですが、あの今のアマちゃんの脚本を書いてくださってる工藤勘九郎さんですけども、はい、すいません、あれでもダメ、ダメですよね、友人同士の裏切りがね。朝からすいません、そう、ね、今日3人で見ちゃいましたけど、はい、もうね、すでに皆さんから、はい、あのアマちゃんファンだという方からいっぱい工藤さんにも質問が来てるんですけども、はい、あの工藤さんご自身は朝ドラを昔から家族で見ていたと何かで耳にしましたが、本当ですか？そう。